みんなヤッホー、ガチャガチャピンピン、ガチャピンでーす。元気ですか？僕はご覧の通り元気ですよ。お正月におせち料理をたくさん食べた勢いで、毎日おいしいご飯をたくさん食べています。幸せな毎日を送っていますよ。この間ムクに太ったって言われたんだけど、ほんのちょっとだけね、ほんのちょっとだけ太ったかななんてことを思っていますが、そんなに気にしてはいません。あ、ガチャピン、何がほんのちょっとだけなの？結構立派なお腹になっちゃってんじゃないの？ああ、スタッフさん、どんなちっけえな。これはスタッフさんのお目目が三角なんじゃないの？三角って、錯覚のこと言ってんじゃないの？っえ？ていうか待って、よく見たらお腹大きくなってない？もう、スタッフさんたら、神経質なんだから。神経質じゃないって。だってこの間だってさ、携帯取ろうとしてたらさ。え？スタッフさん見てたの？いや、見てたっていうか、あれ、そこに置いてあるけど、あの時からずっと撮ってないの？そうだよ、もう見てたんだったら撮ってくれたらよかったのに。いやいやいや、そんな、もう生活に支障きたしちゃってるじゃん。え？もうそろそろ痩せな。撮ってないから大丈夫だよ。ほんのちょっとふくよかになっただけ。むしろこれ僕のベスト体重です。そんなわけないでしょ。私はこれでいきます。皆さんよろしく、しくよろです。ちょっと寒くない？この部屋。え、暑いくらいだろ。クーラーつけてる？この寒い時期に。え、暖かくするならまだしも、なんで冷やしてるの？えっていうか、涼しくしたいんだったらドアを開ければいいじゃん。なんていうか、クーラーはリモコンが使えるから体を動かさなくていいっていうか。横着しすぎ、おデブガチャピン。太ってるんじゃない、おデブだなんて失礼だな。おをつけりゃいいってもんじゃないんだよ。聞いて、これが新しいガチャピン、新ガチャピンなの。もう何言ってるのそれは。ガチャピンチャンネルですぞ。ゴミ箱取ろうとしたら出られなくなっちゃった気がする。あ、ちょ、ガチャピン何やってんの？あ、スタッフさんちょうどいいところに。何遊んでるの？あ、これ遊んでるんじゃないから。あ、そんなところで遊んでるでしょ。あの体がね、あの体が、ええ余っちゃって動けないんです。いつもはここスッて通れたんだけど、なんか今日はね、今日は多分棚とソファーの間が狭く。それはガチャピンの体が大きくなりすぎたんだよ。っていうか、こういうの外国のニュースでしか見ないやつだよ。僕はこのまま一生生活しなければならないのか。そんなわけないでしょ。ガチャピン頑張って。しかない。でも僕はここでも希望を見出そうと思っています。ありがとうございます。痛くない？大丈夫？あの、せーので、せーので、せーの、ずっと痛くなかった。せーので、あー、痛かった、痛かった、せーの、あー、痛かった。やっと抜けた。大丈夫？感謝感激、雨あられでございます。誠にありがとうございます。ガチャピンチャンネル。一生はあのまんまかと思って、さすがに焦っちゃったな。やっぱり痩せないといけないかな。まずはお菓子をやめよう。お菓子をやめよう。いきなりやるのは体に良くないっていうから、少しずつ減らしていくという寸法でやらせていただきたいと思います。
なので少しいただきます。うん、だな、相変わらず。いただきまーす。はぁ、満腹満腹。はっ、なんてこだ。気がついたら全部いただいてしまった。どうしよう。あぁ、ガチャピン、またお菓子食べてるな。ダイエットするって言ってたのに、今度さっきみたいに隙間に挟まったら助けないよ。なんか豚みたいな音は。今日一日お菓子禁止。ダイエットのために外に行って遊んできて。わかりました。外に行くのでちょっと立たせてください。立てた、大丈夫でした。行ってきます。ガチャピンチャンネル。疲れたということはダイエットできたのではないかと思って。おかえりガチャピン。あ、スタッフさん、ただいま。ちゃんとダイエットしてきた？公園まで行って滑り台滑ってブランコ乗って、その後お友達とシーソーやったんだけど、不思議なことに全然動かなくてね。それってダイエットになってる？ダイエットだよ。全然変わってないけどな。結構な時間遊んだよ。遊んでるだけじゃダイエットにならないからね。そうかな。めちゃくちゃ遊んだよ。ちょうどいいものが届いたから。そうなの。いいものをあげるよ。ありがとう。ごめん。これは何ですか？これはね、トランポリン型クッションって言って、この間頼んでたやつが今日やっと届いたんだよね。トランポリン型クッション、その上に乗るとトランポリンの上に乗ってるみたいに飛び跳ねることができるよ。面白そう。やってみる。これ楽しい。結構ね、運動になるはずだから。そうだね。飛び跳ねてダイエットしてみたら。分かった。ありがとう。楽しい。ガチャピンチャンネル。ですぞ。ガチャピン遊んでる。遊んでます。結構ね、楽しく飛び跳ねていますよ。クッションだから全然何も音がしなかったよ。それじゃもっと思いっきり飛んじゃおう。思いっきり遊んじゃって。楽しい。いっぱい飛んだからダイエットできた気がする。ガチャピン、飛んで跳ねて遊んでるけど、そのクッションの上で運動してもいいんだよ。運動？左と右に持つところがあるんだよね。そこの取っ手を掴んでもらって、腹筋運動ができるんだよ。そうなの。そうそう。あ、本当だった。いろんな使い方ができるみたいだから、ガチャピンもそのクッションでいろいろトレーニングしてみてよ。また、じゃあちょっと腹筋やってみよう。これはなんてやりやすいんだ。この取っ手が絶妙だね。お尻も痛くならないし最高です。お疲れ、ガチャピン。お疲れ様です。俺結構痩せてきたんじゃない？そうかな。まだちょっとお腹出てるところもあるけど順調にダイエットできてるよ。もうね、いろんなトレーニングになってね、このクッション素晴らしいと思ったよ。僕ちょっと喉乾いたから失礼。お正月太りもこれで解消したかなということで、よいしょ。で、
何クッションの上でカップラーメン食べてるの？このクッションね、座り心地もすごく良くて、ブドウができてくつろげる。しかもさ、こんなにいいクッション、どうもありがとうございます。そんなつもりで開けたんじゃない、ご飯食べるようじゃないの。あ、このクッションでダイエットして、このクッションの上でいっぱいご飯食べるぞ。これはダメだ。チャンネル登録者50万人突破記念グッズが発売中。詳しくは概要欄をチェックしてくださいね。